佐野宮遺跡は愛知県岡崎市、佐野宮町から6名1丁目にかけて所在する遺跡で縄文時代から鎌倉時代までの複合遺跡である。国の史跡に指定されている。矢萩川砂岩の南北に伸びる中位断球場に位置し、1973年の土地区画整理事業による工事中に偶然遺物砲岩層が発見された。これを契機に翌年より、 発掘調査が開始され現在までに十数回にわたる調査が実施されている。遺跡範囲は約4万平方メートルに及び、このうち9495.78平方メートルが1976年に国の史跡の指定範囲となった。現在は遺跡保護のために、実際の遺構は地下約1メートルに埋め戻されており、住居跡や包径修工墓などを再現し、 史跡公園として整備がなされている。これまでの調査成果からは、縄文時代の住居跡12件、土器幹部37基土工6基弥生時代の方形集合墓1基古墳時代の縦穴住居跡11件、奈良、平安時代の縦穴住居跡19件と、掘った手柱建物1棟と、梅亀2基などが検出されており、中世の厚み用で作られた。 最小の小型の陶器も出土している。縄文時代は、早期の土器から出土しているが、その主体は板器にあり、土器をはじめとして、石符、石住居跡、土器看護と共にこの時代の人々の生活の全容を、シりウル県内でも数少ない遺跡として、重要視されている。包茎集工墓は、弥生時代中期のもので、近接して、集落跡のあったことを示唆している。 奈良時代には遺跡北半に8軒の住居跡をはじめとして移行こうが集中するが次の平安時代には全時代を引き継ぐ位置に掘った手柱建物と5軒の住居跡南半に新たに6軒の住居跡が営まれるなど集落の変遷過程が伺われる特に平安時代については出土遺物中に隠国家紋を持つ緑釉陶器が含まれることなどからこの遺跡を 古代の漢画に否定する意見も出されている。縄文時代から中世にかけての人々の日常の営みを記す複合遺跡は多いが、現在も史跡として保存されている例は少なく、本遺跡はその点で貴重である。かつては出土品の大部分は岡崎市郷土館で展示されていたが、同館の休館に伴い、岡崎市美術博物館で保管されている。また、遺跡の一角には、 岡崎市埋蔵文化財整理事務所が置かれており、考古学専門の調査員により、埋蔵文化財の調査研究及び整理等が行われている。ありがとうございます。